にちは、ブックチューバーのまさきです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。ということで今回は2022年本屋大賞の受賞予想ランキングをしていこうかなと思います。本屋大賞は全国の書店員さんが今最も売りたい10冊を選んで、そのノミネート作10作の中から二次投票して本屋大賞を決めるという賞でございます。他の賞と違ってですね、本屋大賞は本を売っている生の人の声が反映される賞だと思っているので、毎年僕も楽しみにしているんですけれども、まあ、今回もですね、僕がこちらノミネート作を10作品全部読みまして、これが受賞するんじゃないかなという作品を選んできましたので、そちらをランキング形式で紹介しようと思います。まあ、本当にこの10作品どれもすごくいい物語で、順位付けするのもすごく難しかったんですけど、僕なりにいろいろ考えてみましたので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは参りましょう。2022年本屋大賞ノミネート作受賞予想ランキング第10位がこちら、小田正邦さんの残月記です。こちらの作品、月をモチーフとした物語が3つ入っている短編集となるんですけれども、今回の本屋大賞ノミネート作の中では異色のファンタジーということで、3つの話どれもですね、ファンタジー色の強い作品となっていまして、中でも僕が一番お気に入りの話は、月経石というお話なんですけれども、自分たちの生きている日常と月の世界で生きている人たちのこの日常っていうのが、こっちはファンタジーなんですけれども、こう交互に繰り返されていくっていう話で、もう非現実的なんですけれども、本当にそういう月の中の世界があるんじゃないかなって思うぐらい、すごく完成された世界観だったので、すごく大好きでした。ですがなぜ10位かというと、やっぱりファンタジー系の作品というものが本屋大賞向きではちょっとないのかなっていうものが一つと、すごくね、壮大すぎて僕個人的な感想なんですけども、すごく世界観についていくのが大変で、どっぷり読書にはまれるのはそうなんですけども、一つ一つの物語の世界観に入る時にさらに想像力を使うという作品たちばかりで、小田正邦さん本当に独特のワールドが展開されていましたので、とっても面白かったんですが、やっぱりファンタジーが本屋大賞向きではないのかなということで10位となりました。続いて、受賞予想ランキング第9位がこちら、米沢ほろむさんの黒牢城です。こちらはですね、ミステリーランキング4つを制覇して、かつ山田風太郎賞受賞、そして、直木賞受賞といういろんな大賞をかっさらっている作品なんですけれども、今回9位となりました。この作品ですね、もう感想というか紹介は一つの動画でまとめてあげていますので、もしよろしければこちら遊びに来ていただけると嬉しいんですけれども、こちらですね、戦国時代とミステリーを掛け合わせた作品です。織田信長がこう勢力を拡大している時代のお話に、織田軍に反旗を翻した荒木村重という男が主人公のお話となります。そんな荒木村重がいる有岡城に黒田官兵衛という男がやってきて、織田軍に勝てないと、ぜひ降伏してくれと荒木村重に忠言をします。でそれを怒った荒木村重がですね、黒田官兵衛を牢に閉じ込めるんですけれども、黒田官兵衛が牢に閉じ込められている期間に、その有岡城でですね、さまざまな謎というか事件が発生するわけです。その難事件に荒木村重が挑んでいくんですけれども、どうしても解けないという時に、牢に閉じ込められている黒田官兵衛に助言を求めるというお話ですね。いや本当にミステリーとしてはもう一級品でしたね。いやとても面白い作品がてんこ盛りなので、僕ミステリー大好きなんで、こういう作品、大好きなんですけれども、時代物という点がですね、やっぱり僕も時代物初心者だったので、取っかかりがすごく難しかったなっていうのが一つと、すごいメタ的な読みになっちゃうんですけども、本屋大賞は、直木賞を受賞している作品が受賞するという賞ってイメージがあまりなくてですね、今回の黒牢城もですね、山田風太郎賞と直木賞、そしてミステリーランキングも4つ完全制覇してるということで、そもそも注目度は上がっているんじゃないかなということで、しかもミステリー作品というのも歴代の本屋大賞を見ていくと、やっぱりあまり本屋大賞向きではないというか、あまり強くない傾向があるので、今回9位となりました。いやでもめちゃくちゃ僕的にはですね、すごく大好きなミステリーだったので、ぜひぜひ読んでみてくださいということで、第9位が黒牢城でした。続いて第8位がこちらです。知念幹人さんのガラスの塔の殺人です。はい、こちらもガチガチのミステリーなんですけれども、この作品も僕大好きで、一つの動画としてね上げていますので、こちらに遊びに来ていただければなと思うんですけれども、この作品は本当にミステリーが好きな人なら最高のプレゼントである作品だなと思います。こちらあらすじとしては、本当にねミステリーの王道のあらすじで、この円錐状の奇妙な館にですね、
館の主人が住んでいて、神津島太郎っていう主人なんですけれども、まあ、その主人がですね、いろんな来客を呼ぶんですね。で、パーティーをするぞと。で、そのパーティーでこのミステリー小説好きな主人がですね、何かを発表すると。で、一体何なんだろうなと、こうパーティーを楽しみながら皆さんこういるんですけれども、その最中殺人事件が起きてしまうというお話になります。いやー、これも濃かったですね。本当に濃くて、ミステリーの美味しい部分が全部詰め込まれている作品なので、本当にミステリーこれから読みたいって方も、ミステリー小説好きでまだ読んでないという方も、ぜひぜひおすすめの一冊です。ということで、第8位がガラスの塔の殺人でした。続いて第7位ですね、こちらです。伊調保道さんのスモールワールズ。こちら6つの作品が入っている短編集となっていまして、どれもこうなんて言うんでしょうかね、こうジメッとした感じの空気が流れていきつつ、後味はなぜかいいという作品が6つ収録されています。この収録されている作品どれもですね、もう本当に心に残る作品で、特にですね、僕が大好きな作品は花歌っていう作品なんですけれども、この花歌という作品がめちゃくちゃ心に残りまして、主人公の女性はですね、自分の兄を殺されたんですよ。その兄を殺してこう懲役5年になっているその男と文通をし始めるんですね。なんで兄が殺されなければならなかったのかっていうのを知るために、こう文を送り続けるんですけれども、この殺人を犯してしまった加害者と兄を殺されてしまった被害者のその2人の文通で物語が進行していくっていう話で、これね、本当にこの手紙だけでどんどん物語が進行していくので、それぞれの手紙に込められた意味というか、自分の思ってることを逐一手紙に書かないじゃないですか。なので、それぞれの手紙の文面からその手紙を送っているシーンを探っていくというか、僕たち読者も手紙に込められた本当の意味っていうのをこう推理しながら読んでいくっていうのをしてまして、いやー、このね、物語の最後のオチというか、その最後の結末もすごく僕好みで、この花歌もそうなんですけれども、どれもね、独特の読後感になれるので、もうこのスモールワールドでしか得られない感覚っていうものになれますので、まあ、ぜひぜひ読んでみてください。これが7位の理由なんですけれども、やっぱりね、こういう独特の感じというか、あまり万人受けはしなさそうな物語たちだったので、この順位となりました。なので、まあ、好きな人はとことん好きかなと思う作品たちですので、まあ、ぜひ気になったという方読んでみてください。ということで、7位がスモールワールズでした。続いて第6位がこちら、逢坂冬馬さんの同種少女よ敵両手。こちらアガサクリスティ賞を受賞してデビューした逢坂冬馬さんのデビュー作となります。こちらはですね、第二次世界大戦中の独ソ戦が舞台のお話となっていて、ドイツとソ連の戦いの中で、ソ連側のですね、女性狙撃兵がどういう思いで戦争に参加していたのかっていうのを描き出されている作品となっています。こちらですね、僕読んだのが昨年の12月なんですよ。で、その頃に読んだ時はすごくまあなんて言うんでしょうかね、そのフィクションというか、すごい物語として楽しめたんですけれども、とてもね、完成度高くて圧倒的密度で、著者の逢坂冬馬さんがどれほどその戦争というものに対する思いがあるのかっていうのが、こう言ってはあれなんですけれども、エンタメとして楽しめた作品だったんですが、今これを撮っているのが3月なんですけれども、今戦争というものが間近で起きている状況で、この作品はですね、今起きている戦争と本当に酷似しているというか、それこそ第二次世界大戦中の戦争のリアルというものが描かれていまして、この時期にまた読むと、また別の、なんだろうな、読後感というか、読んだ感想を得られる作品となっています。ですが、本当にね、物語としてすごく僕大好きで、戦争のリアルが詰め込まれていまして、その戦争の最中に、女性狙撃兵というね、マイナーな立場でどういう思いで戦ったのか、シスターフットっていうんですかね、その女性たちの物語、女性たちが様々な思いを抱えて戦争に参加しているというところがすごく大好きな作品なんですけれども、いやー、これちょっと難しい。ただ本当に物語として、エンタメとして見るのなら最高に面白い作品だと思います。そしてですね、この作品、戦争が終わった後の話も少し描かれているんですが、そのですね、今この時代、この時期になって読むとまた違った思いが得られる作品だと思うので、戦争というものが実際に起きていて、それを知るきっかけになる一冊だと思いますので、物語としてもね、すごく完成の高い一冊ですので、おすすめです。
いや、ぜひ読んでみてください。ということで第6位が同少女よ適応ででした。はい、やっと折り返しですね。いや本当に語りたいことがありすぎて、いや結構ね止まらなくなっているんですが、どんどんねテンポよく紹介していきます。続いて第5位がこちら、西加奈子さんの夜が明ける。こちら読んでてですね、本当にもうきついなと思うほどですね、すごく重い作品なんですけれども、一体どういう話なのかというと、現代の貧困と虐待、そしてその過重労働ですね、それに焦点を当てた作品となっています。主人公は俺という男、これは名前が明かされないんですが、俺と親友である秋という2人の男たちのお話となります。その俺と秋がですね、高校生から33歳になるまでの人生の過程を描いていく作品なんですけれども、この作品は一貫してあるテーマを読者に投げかけています。それがその物語の後半で明らかになるんですが、それがですね本当にこの重い物語、光が見えない中、本当に夜の街中を這いずり回っているような感覚で読み進めていって、そして最後にね少し夜が明け始めてきたなとなる作品ですね。テーマ自体がとても重いものなので、こちらも本屋大賞のイメージとはちょっと違うかなと思ったんですけれども、でもテーマがですね本当に一貫していて、今のいろんな方の背中を少しでも押せるような作品だなと思いました。この初演もですね西加奈子さん本人が描いていて、すごく苦しみながら何かを言いたそうにしている、男がこの初演に描かれているんですけども、まさにこの通りの物語です。小説を読んですごい楽しい気持ちになりたい、楽しみたいという方はあまり向かない作品なのかなとは思うんですけれども、西加奈子さんが伝えたいメッセージ、その現代の負の側面、それこそさっき言った現代の貧困だったり過重労働だったり虐待だったりに関して、当事者たちの思いというものを本当にリアルにね描き切っている作品です。いやーこれ本当にね僕は読んでよかったなと思いましたし、こういうことが起きている中でどうすればいいんだと、西加奈子さんはそういう社会に対して本当にある一つのメッセージを送り続けています。でそのメッセージが何なのか、ぜひね皆さんで読んでみてほしいですね。まあ、今回の本屋大賞受賞予想としてはやっぱりテーマが重すぎるのかなっていうのが一つと、あまりね先が見えない重たい物語でしたので5位となりました。いやでもぜひ読んでみてください、マジで良かったです。まあ、ということで5位が西加奈子さんの夜が明けるでした。まあ、続いて第4位ですね。第4位がこちらです。朝倉明さんの6人の嘘つきな大学生。今乗りに乗っている IT 企業スピラリンクスの最終選考に残った6人の大学生のお話となります。この6人に与えられた最終選考はグループディスカッション、このグループディスカッションの出来が良ければ全員内定もあり得るという異例の最終選考。その最終選考に向けて6人の大学生たちは互いに親睦を深めていくんですけれども、その親睦を深めている最中ある通知が届きます。それがグループディスカッションの内容が変更されたという通知で、急な変更に伴ってグループディスカッションの題名は誰が一番内定にふさわしいのか、そしてそれをみんなで一人決めてその一人のみに内定を与えますという通知でした。全員で内定を取るぞという意識のもと集まった6人はですね、途端に敵同士になってしまうわけです。そして最終選考の最中、その6人たちの裏の顔がどんどん明らかになっていくというお話になっています。こちらでも本当にミステリー作品としてすごく僕好みでしたね。このね最終選考というか就活のお話なんですけれども、僕もですね去年就活を終えたんですけれども、そのねこのグループディスカッションの残酷さ、自分たちで誰が内定になるのかを決めるというね、本当に異例のグループディスカッションの中でどんどんいろんな人の裏の顔が明らかになっていくと。この作品はね本当に伏線がすごかったですね。全部読み終えていった先に、うわこれもあれもそれも伏線だったのっていう、どんどん明らかになっていて、すごく完成度の高いミステリーであると同時に、就活というものに対する作者のすごいメッセージ的なものがすごく前面に出ていて、いや僕はですねこの作者がこう出している著者がこう出しているメッセージというものがすごくわかるとなりました。そうメインテーマもすごく共感できますし、
でもそれでいて、この6人の大学生たちの裏の顔がどんどん明らかになっていくことで、もう人間って何、最終選考って何っていうところがどんどん深く掘り下げられていく、そういう作品となっています。しかも伏線もすごいですし、どんどん読み進めて一気読みしてしまいました。いやめっちゃ面白かったです。僕がなぜこの作品を4位にしたかというと、ミステリー作品ってすごく本屋大賞では不利だとは思っているんですが、この作者がこう提示している就活というものに対するメッセージというものが刺さる人多いんじゃないかなと思いまして、じゃあ4位にさせていただきました。ページもですね300ページぐらいで本当に一気に読めて、しかもいろんな驚きの伏線回収も味わえますし、著者が伝えたいメッセージというものもがっつり得ることができますので、すごくおすすめな一冊となっています。本当に読んでみてください。ということで第4位が6人の嘘つきな大学生でした。はい、ここからは第3位から発表なんですけれども、第3位から第1位はもうどれが受賞してもおかしくないなと僕自身思っています。いやー本当にね、どれも素敵な物語ですし、本当にねみんなに読んでほしいっていう3冊ですので紹介していこうと思います。第3位がこちら、浅井亮さんの性欲です。こちらの作品のテーマは多様性です。昨今 LGBTQ だったりとか、いろんな人たちのマイノリティっていうか多様性というものが認められてきたこの社会に疑問を投げかける一冊となっています。主人公は3人いまして、1人目の主人公は息子が不登校になってしまった男性、2人目の主人公がある秘密を抱えながらフリーターとして生きている女性、そして3人目が男性に苦手意識を持っている女子大学生の、この3人が主人公となります。この3人が3人それぞれですね、その多様性というものに対して様々な角度の見方で物語が進んでいきます。まあ、1人目のね、息子が不登校になってしまったという男性も、息子が不登校になっているっていうその事実、親世代からしたらすごくあってはならないことという認識なんですよね。その多様性を認められない人という立場で描かれていきます。で、2人目の女性はですね、この性欲の、ある種キーパーソンなんですけれども、一つの秘密をずっと抱えて生きている女性、そして3人目が男性に対して苦手意識を持っている、性的なマジョリティであるにもかかわらずそのマジョリティになかなか馴染めないという女子大学生ですね。本当に三者三様どれもいろいろある中で、その多様性の枠があるんじゃないかなっていう、それぞれ多様性としてある種くくられているものの中にいる人と外にいる人、そしてそれを認められない人という、さまざまなその立場から物語が描かれている作品です。こちらですね、僕一つの動画として出したんですけれども、これはね本当にその時読んだ時の感情をそのまま喋っている動画なんですけれども、本当にですね僕はこの作品読めてよかったなと思いましたし、その多様性ってこういう風にあるよねという、その多様性って一括りにしてはいいのかっていうのが、どんどん掘り下げられて描かれている物語で、いや問題作でもあり大傑作でもあるなと僕は感じましたね。物語的な話をすると、かなり3人それぞれの視点でどんどん進行していくんですが、そのそれぞれの視点の移り変わりという部分がすごく丁寧というか自然に描き出されていて、ここはさすが浅井亮さんだなと思う読みやすさでした。そしてですね、僕これを読んでぜひじっくり読んでほしいなと思うのがラストの100ページですね。このラストの100ページで、僕たちがどれほどこの世界に対する多様性というものにこう視点が凝り固まっていたのかなっていうものが、そう読んでいて心が殴られるような感覚がした一冊でした。これはですね、本当に読む人それぞれによっていろんな考え方ができる作品だと思っていて、僕がその本屋大賞の第3位にした理由もですね、本当にこれ僕はこれをぜひみんなに読んでほしいという思いから3位にしました。本当に僕が書店員だったら一番これを言いたいかなって思いましたね。なぜならいろんな人に読んでほしいから。こちらの作品読む前と読んだ後では本当にいろんな価値観が変わっていく作品だと思うので、ぜひぜひ読んでみてください。ということで第3位が性欲でした。本屋大賞受賞予想ランキング第2位がこちらです。青山美智子さんの赤と青とエスキース。こちらあらすじはですね、1枚のエスキース、絵画をめぐる5つの愛の物語が入っている傑作の連作短編集となります。いや先ほども言ったんですけど、今年の本屋大賞のノミネート作が、どれも重くてですね、違う言い方をすればすごくカロリーを使うような読書をする物語が結構多かったんですけど、その中でもですね、
まあ、数少ない最初から最後まですごく温かな気持ちになって読めた作品がこちらの赤と青とエスキースになります。この5つそれぞれですね、誰に対しての愛なのかっていうのがテーマとして入ってまして、まあ、1章では恋人への愛、2章では推しへの愛で、3章では弟子ですね、弟子への愛で、4章は元彼への愛、そして最後がはてなはてなはてなへの愛となります。どれも本当に心温まる物語で、こちらはですね、様々な仕掛けが入っていまして、それぞれの短編ですね、読んでいくとちょっとずつ何かしらのつながりが見えてくるんですけれども、最後にはね、それらが一気につながるある仕掛けが明らかとなります。なのでこちらの作品も本当に、まあ、テーマも温かいですし、読んでいるうちに最後の仕掛けにあっと驚かされるようなエンタメ的な部分もありますし、今回のノミネート作の中では一番本屋大賞に近いのではないかなと思った作品です。まあ、なんですけど、まあ、2位ということで、これなんで2位なのかっていうと、完全に僕のね、好みがちょっと出てしまいまして、1位の作品が、まあ、好きだからこちらの作品が2位となりました。まあ、どちらも素晴らしい作品なんですけれども、青山美智子さんもですね、まあ、今年で2年連続のノミネート作に入った作家さんということで、いや本当にね、今年青山美智子さんが本屋大賞に受賞する可能性は全然あると思います。とても心温まりましたし、いろんな方に読んでほしい、そんな作品がこちらの赤と青とエスキースです。本当にね、ここは僕の好みになってしまったんですが、第2位が赤と青とエスキースとなりました。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございます。第1位ですね、2022年本屋大賞ノミネート作受賞予想ランキング第1位がこちらです。町田園子さんの星を救うです。はい、こちら著者の町田園子さんはですね、昨年の本屋大賞52Hz のクジラたちの著者でもあります。昨年のね、こちらの作品も虐待というものにテーマを置いていて、すごくね、虐待というテーマに深く深く掘り下げていって、でもその先にある希望というものを見せてくれた素晴らしい作品だったんですが、今回はですね、この星を救うという話は 52Hz とちょっと似てるテーマなんですけれども、母と娘のお話となります。まあ、簡単なあらすじとしては、主人公が千鶴ちゃんと言いまして、千鶴ちゃんは幼い頃に母から捨てられた経験があります。そのまま母と会わないまま、何年かが過ぎていって、結婚した元夫から DV やお金を取られるような、すごく大変な日々を送っていました。でそんな中、その元夫から逃れるためにさざめきハイツという場所に向かいます。そしてそのさざめきハイツにいたのは、昔自分を捨てた実の母親でした、というお話です。この作品は本当に読んだ時にすごくこう苦しい場面もあったんですけれども、なんとかこう物語をこう読み進めていって、いろんなことを乗り越えた先に勇気が出たというか、僕がそうですね、この作品たちの中でったら、まあ、すごく大好きで、いろんな人に読んでほしいなという思う作品です。主人公の千鶴ちゃんが向かったさざめきハイツという場所にはですね、さまざまな形の母と娘という関係の人たちが住んでいるんですよ。千鶴ちゃんがさざめきハイツに逃げて、その中でギクシャクしながら、実の母と娘なんですけれども、ギクシャクしながら生活を送っていく中で、いろんな問題が起きたり、いろんな出会いがあったりと、この千鶴ちゃんの心の成長っていうものがすごく見える作品です。いやー、本当にこれは本当読んでよかったですし、なんて言うんでしょうかね、まあ、表のテーマは多分母と娘の関係っていうのがテーマなんですけども、多分裏のテーマに加害者と被害者の関係っていうテーマもあると思っていて、まあ、言っちゃえば母は千鶴ちゃんを捨てたわけですので、まあ、加害者側なわけですよ。で千鶴ちゃんは被害者です。その関係のまま会った時に、その2人がですね、その関係をどこまでその関係のままいることができるのかっていうところも物語としてすごく綺麗に見せてくれて、まあ、すごくね難しいんですけれども、ギクシャクした2人の関係、そして母の周りに集まっている同居人たちとの関係というところも、千鶴ちゃんの目線を通して、まあ、大人になっていくというか、心からの成長というものが見えましたので、これが本当に読んでよかったです。最後の方ですね、僕もちょっと読んでて涙が、ね、出てしまった作品ですね。ただやっぱこの重いテーマ、加害者と被害者というか、そういう重いテーマの中に希望がちょっと見えるっていうのが、この町田園子さんの紡ぐ物語の美味しいところかなと思うんですよね。なので僕もこう読んでて、ちょっと苦しい場面いっぱいあったんですけれども、でも最後に読み終えた時に、いや本当に読んでよかったなと心から思えた作品ですので、この
星を救うが1位とぜひ受賞してほしい。まずはその子さんですね、去年も 52Hz のクジラたちで受賞していたんですが、いや僕はですね、まあ、正直 52Hz と星を救うだったら星を救うの方がめちゃくちゃ好きです。ここねちょっとあの2年連続受賞した方が過去前例がないので、いやどうなのかなと思うんですけれども、作品だけの評価として、あの僕が個人の好みで考えた時にこの星を救うが受賞するんじゃないかなと思いました。ということで受賞予想第1位が町田そのこさんの星を救うです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回本屋大賞ノミネート作を全て読んでどの作品が受賞するかというのを予想してきました。いや僕去年もノミネート作全部読んで予想するっていうのをやってるんですけど、今年の作品本当にきつかったですね。どれも重いですし徹底的にこう何かを考えさせられるような作品たちがかなり多くノミネートされた印象です。まあ、ということで、いやいっぱい話してきましたけれども、いや本当にどれも素敵な物語たちだったので、あとはどれが受賞するのかめちゃくちゃ楽しみです。本屋大賞の、受賞作品発表がですね4月の6日ということで、受賞作品が発表されたらですね、こう僕の個人的な好みと、あと本屋大賞の振り返りという形で、まあ、動画も一つ出そうかなと思っていますので、まあ、この動画もし面白かったな、参考になったな、良かったなという方いらっしゃいましたら、チャンネル登録と高評価していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。お相手はまさきブックスでした。バイバーイ。いやー達成感もすごいですし、何よりその疲労感がすごいですね。この本屋大賞のノミネート作を読んでいる期間は本当にもういろんなこと考えて、本読まない時間もあのこの作品たちのことを考えてましたね。いやそれほど重かったですね。いや何が大賞を取るのか本当にわからないんですけれども、楽しみに待ちたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。